でですね、これだけではないんですよね。ワールドタイムではね、もちろん1万円以内で買ったのはこれなんですけど、実はですね、自分がどうしても欲しかったやつがあったので、ちょっとね、ワールドタイムとはまた別で自分違うお買い物したんですよ。東京ディズニーリゾート限定の商品だったんですけど、このパイレーツサマーのね、海賊ミッキーバージョンのこの黒ひげ危機一髪なんですよ。これちょっと欲しいなと思って買っちゃったんですね、別で。はい、これ綺麗に開けられなかったらちょっと嫌なんだよね。はい、もう黒ひげではなくね、ミッキーが飛び出すんですね。ミッキーを買うっていう自体がもう自分かなりちっちゃい子以来かな、ほんと。黒ひげ本体はこうなってます。はい、ミッキー人形以外は入れないでねって書いてありますね、上にちゃんと。で、上から覗かないっていうのも書いてあるんですよね。これ優しいですよね。最近の日本人とかってね、やるなっていうことやりますからね、本気で。これが剣ですかね、剣。はい、剣が何種類か、なんか色違いがありますね。全部で4種類、灰色と、ちょっと金色っぽいやつ、そして青色と、そして紫の剣ですね。これ面白いそうですね。これ面白い、こういう感じですね。黒ひげ危機一髪とかってね、この商品もう名前が登録されているので、タカラトミーさんしか使えない商品なんですよ。ディズニーリゾート限定でこうパイレーツミッキー危機一髪を作ったので、いや、これちょっとね、レア感ありますよね、すごい。まあ今後ですね、ちょっとワールドタイムとかでもなんかゲームやるとき、これちょっと使ってみようかなと思ってますんでね。はい、なんか、うっ